富田秀樹は、日本の実業家、ディップ株式会社代表取締役、社長兼 CEO、同社の創業者、愛知県出身、1990年愛知学院大学小学部、卒業、27歳で企業を志し、中小企業創造活動促進法などの認可を受けて30歳で、ディップ株式会社を一人で立ち上げる。 1997年3月14日、ジャパンインキュベーションキャピタルの事務所内にデスク一席を曲がりして事業を開始する。1998年、日本 IBM とコンテンツパートナー契約し、コンビニのマルチメディア端末で無料カタログ送付サービスを開始。求人情報ポータル事業のための資金調達に奔走。日本ではインターネットの黎明期で資金が集まらず、 カリフォルニア州産のゼニアルイビ、インターナショナルビジネスインキュベーターに曲がりして、シリコンバレーのベンチャーキャピタルで、資金調達活動を行う。在米中の1999年に、孫正義氏のナスダックジャパン構想を聞き帰国。ナスダックジャパンクラブの主催の事業プレゼンコンテストで、企業家代表に選ばれ孫正義氏、樋口幸太郎氏など1500社の企業経営者の前で、 スピーチ。ナスダックジャパン構想によって、ドリームとアイデアとファッションだけで資金のないスタートアップのベンチャー企業でも、日本で事業資金を調達できる時代になったと宣言する。2000年10月、求人広告業界発のポータルサイト、ハタラコネット開始。全国のローソン7600店舗のマルチメディア端末、ロッピー及びモバイル端末にて、ハタラコネット を配信。2001年11月、ハタラコネットのバイト情報を分割して、バイトルを立ち上げる。ヤフー求人との提携で、バイトル、ハタラコネットのユーザー数が伸び、事業が急成長。2003年12月に東証マザーズ上場が決まるが、上場3日前に、突然ヤフーから、提携解消を通告され上場を断念。延期から5ヶ月に上場を果たす。 2008年のリーマンショックの直撃を受け求人企業がリストラを断行する中、リストラを行わず雇用を守った。2013年12月当初一部上場。経済復興とスマートフォンの急速な普及の波に、ノリ株価はアベノミクスの開始から5年で70倍となりトッピックス、採用銘柄の上昇率でトップを独走。2015年、2016年、フォーブスアジアが選ぶ。 アジア S200 ベストアンダー、エイビリオンに2年連続で選出。2016年、JPX 日経インデックス400の構成銘柄に初選出。2019年3月、日経500種平均株価の構成銘柄に初選出。藤沢久美、あの会社の新人はなぜ育つのかダイヤモンド社。2018年、鈴木博武氏。 校長を続ける企業の経営者は今何を考えているのか週話システム2017年 HR 業界トップインタビュー富田秀樹さん。英会話スクールの運営を通じて思いついたアイデアを具現化して企業務とアイデアと情熱でネット求人事業に道を開いたベンチャー魂日本の人事部若者つかむアイドル CM 自ら企画。 バイトル、社長ディップの富田秀樹社長、日経スタイル出世ナビトップに聞くセレクション語り部の経営者たち、ディップ富田秀樹社長1234から、日韓現代ディップの創業ストーリー、ファウンダーズスピリットから次世代社長が語る、ディップ創業からの歩みディップ株式、会社新卒採用サイトトップメッセージマイナスディップ、株式会社企業情報サイト、ありがとうございます。